まずは、まあ、本編を見ていただきたいんですが、はい、本編に入りきらなかったところとしては、うん、広井さん、ディフェンダーあるあるの中にちょっと言い足りないところがあったんですよね、はい、教えて広井さん、疲れるから行かないっていう話したんですけど、今年の制限見てると、うん、孫選手、うん、毎回行ってるなと思って確かにセンターバックなのに確かに、あの後々上がってくる集合写真とかね、はいはい、見たら喜んでるところに必ず金髪の孫さんがいるぞみたいな、ね、しかもなんか俺が点取ったんだばりに喜んでるっていう確かに言われてみたらいます ね、いつもそれはやっぱりパワーが余ってるってことなんですかね、なんか冷静に考えたら昔は僕も行ってたかも、はい、もうやっぱおじさんになって体力なくなったんだなってなんか冷静に考えてました。あ、なるほどな、はい、そういうことですね、はいはい、私もしセンターバックだったら行っちゃいますね行っちゃうよね行っちゃいますね、なんかノリで、うん、それか、うん、あの帰ってくる時に疲れるっていうことまで考えられないぐらい嬉しくなっちゃう、うん、その時で判断しちゃうタイプなんで私、はいということかもしれないですね、はい、あと本編にちょっと入りきらなかったのは、うん、栃木戦、はい、直前だったんでちょっと入りきらなかったんですけど、はい、あのハイプレスでちょっとなかなかいいところが出せなかったっていう感じがしたんですけど、うん、はい、どうでした広井さん。そうですね、まあ、やっぱり、まあ、監督もビルドアップがうまくいかなかったって言ってましたけど、ちょっとこう単発になりすぎていたし、うん、こう相手をこうちょっと食いつかせて時間作ってから、うん、こういろいろ向こうが選択絞れない中で攻めるとか、うん、そういうことできなかったですよね、うん、で多分向こうのプレスが来ることは分かってたので、はい、まあ、逆にどこが空くかっていうのは分かってたと思うんですけど、そこもうまく使えなかったのかなと思いますね、うん、そのビルドアップっていう監督が言ってた話でいうと、その本当はいろいろつないだりして組み立てていきたかったところが思い通りいかなかったっていう意味合いですか。だと思いますし、はい、単純にこうロングボールの精度、はい、低さだったりとか、まあ、そういうところも含めて だと思います。あ、そうですか、はい、まあ、今回の堪能はもうハマったらいいなって思ってたんですけど ね、あと本当に選手、決定機2回くらいありましたもんね。そうですね、決めてほしかったなって、うん、まあ、ただ栃木も良かったですよね。パフォーマンスは良かったですし、まあ、よく見えてしまうような、あの結局戦いになってしまったかなと思いますけどね。向こうの良さが生きちゃうような感じになってしまったと、はい、